恩州の際。別れを告げた。次々と積み重なる。クロードは狙いを誤たなかった。体はもう二度と動かない。
一歩また一歩とクロードに死の影が近づいている。クロードはついに鬼を退治した。八門の怒り、八は神となれ。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。目にも止まらぬ早技だ。鬼でさえクロードにとっては敵でなかった。最後の一人を切り捨ててクロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。敵の足音が少しずつ近づいてくる。クロードは次々と敵をなぎ倒す。クロードが切り替えた。敵は早い。鬼の真の像はゆっくりと動きを止めた。八の神となれ。敵の数はたちまち減っていった。
しばしの間、太刀がぶつかる鋭い音が止んだ。敵は固く信じている。クロードは次々と敵をなぎ倒す。刃のサビとなりました。八分の怒り、ニオの分身は深手を覆い消えていった。敵の掩兵が近づいている。八分の怒り、敵勢への果敢な攻めを受け、守りが崩れた。
様が倒れる様を眺めることしかできない。終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。敵の遠兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。刃の猿となり果てた。慣れた力でも感じることができた。
狙われたが最後敵に逃れる術はない。クロガの前にムクロが次々と積み重なる。鬼の体は黄泉の国へと戻された。クロードが再び勝利を収めた。この敵は退く気など微塵もないようだ。一歩また一歩とクロードに死の影が近づいている。八幡の怒り、目にも留まらぬ早業だ。ついに鬼が退治した。八幡の怒り。
クロードはしばし息をついだ。敵の新手が姿を現した。最後の一人を切り捨てて、クロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。豪の者どもがクロードに迫り来る。攻めを受け、守りが崩れた。この世に別れを果たす。
ロードの戦いはまだまだ終わりそうになかった。敗北がまた一歩近づいた。八軍の怒り、我が太刀を浴びよう。敵の目は追いつけない。
いはまだ始まったばかりだ。
群の怒り。地獄の日々は静かに消えていった。クロードはまたも己の力量を示した。敵はすべて倒れた。クロードは生き延びたことにふうと息をつく。だが撃つべき敵はまだ残っている。さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。対馬を守ったクロードの話お聞きください。